お元気ですか、僕趣味です。今回は直筆サインカード総集編第6弾、プロ野球チップスの白サインカードをね、見せたいと思います。こちらはね、2020年度版の、カードホルダーでございます。ちなみにね、2021年度版と2022年度版も持っておりますけどね、特別いいのが入っておりませんのでね、入り次第またね、こういった動画で紹介したいなと思っています。それではね、見せたいと思います。まずはこのね、カードホルダーのね、1冊目でございます。こちらがね、2019年度版でございまして、こちらがね、2019年度版のね、サムライジャパンチップスでございます。まあね、こういったね、選手ね、漏れている方もいらっしゃると思いますけどね、でもね、なかなかね、こんだけ集めたのもね、すごいなってね、思っております。ちょっとね、映像がちょっと、これファイルなんでね、ちょっとね、映りにくいところもありますけどね、その時はね、大変ね、ご了承ください。で、こちらがね、さっきのね、2019年の版のね、これがね、白サインカードでございます。こちらがね、2020年度版の、これが第2弾の時に、ラッキーカードで引いた時のね、サインカードでございます。いつもにね、これね、赤白でございます。これもね、結構ね、貴重なカードでございます。同じくね、こちらも中田翔選手もね、当時はこれ日本ハムですけどね、これもね、迷わずね、選んで、手に入りました。2枚ね、もらえるんですよ、ね。で、こちらからがね、2020年度版の侍ジャパンチップカードでございます。なかなかね、いやーすごい、本当に、はい。できたらね、これね、全部でね、集めてね、埋めるようにね、やってみたいなってね、思ったりはしてるんですけどね。はい、こんな感じでよろしいでしょうかね。で、こちらからね、2021年度版にね、シフトチェンジ立ちます。ではね、第2冊目に移りたいと思います。第2冊目はね、こちらでございます。こちらが2021年度版でございます。2022年度版もね、含まれております。で、こちらがね、レジェンドカードでございます、ね。矢野監、元監督ですね。石井監督、今ね、楽天の監督でございます。で、高津監督ね、現役でのカードでございます。で、里崎さんですね。現在は YouTuber をやっておられます。で、最後に、ミスタージャイアンツ、長嶋茂雄さんのね、白サインカードでございます。あとはね、まだね、なんもないです。そんな感じでね、今途中ですけどね、こういったね、白サインカードを持ってるよということをね、紹介いたしました、ね。はい、以上でございます。またね、こういったね、プロ野球カードもね、どんどんね、白サインカードももちろんですけどね、集まったらね、またこういった動画で紹介したいなと思っております。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。